福井県立敦賀高等学校は、福井県敦賀市松場町2番1号に所在する公立の高等学校。通称、厚し高。市内にある3つの高校の中では、生徒数が最も多く、全日制の生徒の多くは、市内から自転車で通学する。また、三浜町や旧三方町などから電車で通学する生徒もいる。敦賀駅からの公共交通機関は、 学校のそばの団地までを約15分で結ぶ福井鉄道バスが一番便利である。学校周辺は住宅地である。北側は道を挟んで中学校が隣接、さらにその先には松林、鶴川湾が広がる。普通科の毎週塾度別クラス編成であり、入学前の実力テストでクラスごとに成績優秀者をまとめて1年間を過ごす。2年になると普通クラスと、 南関大学進学のための特別進学クラスに分かれる。これはもともと福井県では学生があり、普通川学校を越えて、霊北の上位進学校を受験することが認めていなかったためである。以前は特別進学クラスをさらに文系、理系の二組に分けていたが、進学率向上を目指す制度改革の際に実際の受験を意識して、 分離均一のカリキュラムに再編成された。また普通クラスに関しては引き続き文系、理系とクラス分けすることで深度に幅を持たせている。商業科情報経理科では資格の取得、就職活動に重点を置いており、日照簿記検定、宅地建物取引士など経済系の検定やワード、エクセルや初級システムアドミニストレータ試験などの IT 系の検定を受験させている。商業科では商店における従業員の行動を体験する部屋があり、そこで学習することもある。施設、設備の老朽化が進んだため、現在、学習棟を中心に改築が進んでいる。屋内には、1クラス人数が使えるコンピュータ室や、作動部屋、視聴覚室、勾配がある。学生食堂も設置されているが、 病原性大腸菌感染報告を機に閉鎖された、試使用されていない。そのため勾配に菓子パンやおにぎりが売られている。文部領土を掲げ、1、2年生は約30ある部活動に所属する生徒が多い。中にはインターハイなどの全国大会の常連もある。野球部は昭和期には鶴ヶ商業時代から甲子園の常連として鳴らし、多くのプロ選手も輩出した。 甲子園出場は夏17回、春4回。ただし、うち18回が1958年以前の出場であり、古豪と呼ばれることが多い。制服は男子は学生服、女子はブレザー。靴、カバンなどは生徒の自由が利く。制服は夏服、冬服のみである。進学先は近畿地方をはじめ名古屋方面、福井。 金沢、東京と幅広い。アルバイトは禁止されており、長期休暇の未学校に届けを出すことで許可される。ありがとうございます。